鳥売り、ナウリの歌合わせ。裸足の女性である。ナウリは、中世、近世期の日本に、かつて存在した名を行商する者、及びその行為である。主に女性が行商を行った。ナコを、ナコ売りとも呼び、いずれも、新春の季語である。ナウリを、ナコをあるいは、ナコ売りと呼ぶのは、サイが、ナソウロウの略であり、サイという呼び声で売り歩いたことに由来する。 このことは1645年に刊行された徘徊論書、毛吹草にも指摘がある。室町時代、15世紀末の1494年に、編纂された32番職人歌合わせの冒頭には、いい足気味なるものとして、鳥売りとともに、名売りあるいは、なそう、あたいとして紹介され、頭上に巨大な容器に入った名を乗せて、裸足で歩く女性の姿が描かれている。 同歌合わせにピックアップされた三十二の職能のうち、女性は、名売りの他は、カツラの女、カツラ、ねのみで、後者はいずれも座っており、カツラねは足が見えず、カツラの女は、たびのようなものを履いている。また、裸足で路上を歩いているように描かれているのは、作業上必要と見られる、石切り、尾が引き、ケツオク。同歌合わせに乗せられた歌は、というもので、前者は、 春霞が,が立ち桜が咲く風景に、名売りの最層という呼び声が響き渡っており、上司を理解してほしいものだという風流人視線の思いを描き、校舎は京都の西の外れである内野から朝も夕も通ってくる住所不定の漂白民のように伺える名売りの姿を描いている。内野とは、もともと平安時代には平安兄弟代理が存在した地であるが、 立領政治が終焉して、以降に荒廃し、1227年の大大理前哨をもって再建されることなく、原野になっていた地域である。特に明徳の乱以降は、株栽培の畑の実が残され、ここで栽培、収穫される株を、内野株らと呼んだ。16世紀末に同地に、樹落台が造営されたが、数年で廃棄されたので、以降再び株の栽培が行われ、 ジュラックカブラとも呼ばれた。隣接する地域であるミブで栽培された名として、ミブナがある。ナウリが京都市街地で売り歩いたのは、これら系野菜の源流となる要塞類であろうと推定されている。1527年以後に成立したとされる、総長の総長主記によれば、ナコウ、イモコウ、ナスビコウ、シロウリコウと、ナウリ同様の呼び声で、イモやナスビ。 白売りの行商が行われたという。江戸時代、後期の時点でも、ナウリは存在しており、1813年に、初演された歌舞伎狂言、お染め旧小食読み版にも登場している。同作は、同時代を描く、世話物であり、作者の四世、鶴屋南北の時代の江戸には、ナウリは少なくとも存在したと言える。頭上運搬するおらめ、内野から行商に来る。 名売りは、三十二番職人歌合わせの図像を見る限り、図上に巨大な容器に入った名を乗せて、裸足で歩いている。大原から来るお原目、北白川から来る白川女、桂から来る桂目もそれぞれ、焚き毛や花籠、鮎を入れた桶を図上運搬していたことが、これら京都の半女たちの特徴である。日本で最も普遍的。 基本的な運搬法であり、現在無形民族文化財に指定されている、背負い運搬とはいずれも異なっている。川田純造の研究によれば、頭上運搬の著しい発達が見られるのは、西アフリカ内陸の黒人であって、一般に日本人、アメリカ先住民も含む、貴人、モンゴロイドにおいては、肩で重心を支える、棒運搬、重心の低い、 背負い運搬が中心である。一万治さむ特古によれば、平安時代の女性は特に圧倒的に頭上運搬をしていたようであり、時代が進むにつれ運搬具も発達し、背負い運搬、棒運搬が増えたという歴史がある。1943年に瀬川清子が全国調査を行った結果、日本の海沿いや山岳地域には女性による頭上運搬が 近代以降も根強く残っていたことがわかっている。ありがとうございます。